皆さんこんにちは。始まりました NBA 選手名鑑。今回特集するのはアル・ホーフォード選手です。バスケットボールに愛された男アル・ホーフォード選手のあまり知られていない10の事実をお届けします。1個目、1986年6月3日カリブ海に浮かぶ小さな新興国ドミニカ共和国のプエルト・プラタでアルフレッド・ジョエル・ホーフォード・レイノーソは生まれました。アルがバスケを始めたのは6歳の時です。6歳のアルは母アレルスに突然バスケスクールに通いたいと話したそうです。バスケの全てを学びたいんだ、母さん僕がバスケ選手になるのを一緒に手伝って。地元のバスケアカデミーに入学できるのは7歳からだったのですが、アルの突然の熱意に押された母はアカデミーに頼み込み、特例で6歳での入学を認めてもらいました。アカデミーに通うアルはバスケを心の底から楽しんでいました。コーチをしていたドミニカ女子オリンピックチームの名選手テレサ・デュランは母アレリスにこう語ったそうです。あなたの息子は素晴らしいバスケットボール選手になると思います。私は長年バスケコーチをしてきましたが、アルは特別です。彼は勉強熱心なだけでなく、このスポーツをするための生まれ持った才能を感じさせます。この言葉を聞いた母はアルがバスケットボールプレーヤーになる運命にあることを悟りました。2個目、アルの父ティト・ホーフォードはアルが生まれてからわずか数ヶ月でドミニカを離れアメリカへ渡っています。アメリカのカレッジでバスケットボールをプレーするためです。マイアミ大学でプレーした後、1988年の NBA ドラフトでミルウォーキーバックスから総合39位で指名を受け、ドミニカ共和国で1人目の NBA 選手となりました。バックスの後はフランスやイタリアのリーグでプレーし、ドミニカのセミプロリーグやオリンピック代表チームでもプレーしました。キャリアの終盤には短い期間ではありますが再び NBA に復帰してワシントンブレッツに在籍したこともあります。アルの母アレリスは1989年にティトとは離婚していましたが、バスケの才能が開花した幼いアルを世界を転々とする元夫の試合を応援しに行かせることにしました。そしてドミニカ初の NBA 選手であるティトと同じくアルもアメリカに行かせるべきだとアレリスは考えるようになります。母の決断は結果として正しく、現在のアルは父と同じく NBA 選手となります。そして幼いアルがティトの試合を応援するために世界中をついていったように、今ではティトがアルの一番の熱狂的なファンとしてほぼ全ての試合の応援に来てくれています。アルがセルティックスでプレーしていた頃、ティトはアルが献身的なプレーによってチームが次のレベルに進むのを助ける姿は私を心から感動させます。父親として本当に誇らしいとインタビューで語っていました。ティトの姿はとても53歳とは思えず、現役時代から体型がほとんど変わっていません。3個目、話は戻り、アルが14歳となった2000年の夏、父が住むアメリカのミシガン州へと引っ越してグランドレッジ高校へ進学しました。高校では1試合平均21ポイント、13リバウンド、5ブロックを記録し、通算ポイントでは学校最高記録を樹立する大活躍をしました。大学はフロリダ大学に進学。1年生の11月、アルは母のアレリスに、まだスターター選手に慣れていないんだと電話したそうです。スポーツライターの仕事をしていたアレリスは、あなたならたった2分でも出場チャンスがあればやれるはず。あなたのプレーはビリー・ドノバン監督のスタイルと相性が良いから大丈夫よ。もうすぐスターターになれるわ。ととても説得力のある励ましでアルを安心させました。そして母の言葉の通り、それから1ヶ月以内になんとスターター選手としてアルは出場し、そのまま定着したのです。2年生時と3年生時にフロリダ大ゲイターズが NCAA トーナメントを2連覇する際にもアルは大きく貢献しました。4個目、2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたアルは1巡目3位でアトランタホークスに指名されます。ルーキーシーズンからスターターに起用され、1試合平均 10.1 ポイント、9.7 リバウンド、1.5 アシスト、0.9 ブロックを記録し、オールルーキーファーストチームに満場一致で選出されました。アルを獲得したホークスは9年ぶりにプレーオフに進出しています。2010年と2011年には連続でオールスターゲームに出場。スタッツだけを見ると、アルは特別優れた選手には思えないかもしれませんが、
彼の本当の実力は数字に現れない部分にこそ発揮されます。アルはセルフィッシュなプレーを一切しない選手で、オフボールのヘルプディフェンスなどスタッツでは現れにくいことを率先してできるプレイヤーです。チームの勝利を優先するタイプの選手で、ロッカールームでもリーダーシップを発揮することができました。アルのポジションはもともとパワーフォワードでしたが、チームの要望によりセンターとしてもプレーするようになりました。アルのプレースタイルは流れるようなチームプレーを好むアトランタホークスにぴったりで、徐々にチームの精神的支柱といえるほどまでに信頼される存在になっていきました。もちろんそうした献身的な姿勢だけではなく、柔らかなシュートタッチに優れたパスセンスやボールハンドリング力があり、オフェンス面においても万能といえる選手です。シュートレンジも広く、スリーポイントを打つことができます。近年の NBA ではビッグマンもアウトサイドからの得点を求められますが、まさにホーフォードのようなプレイヤーは理想的です。逆にインサイドではフィジカルなプレーがやや弱点となっていますが、フックシュートなどのスキルでフィジカル面の弱点を補っています。アルのアウトサイドの成功率がアップしたのは2015年前後からで、ほぼ同時期にホークスもイースト首位のチームとなっており、ホークスはアルと共に成長したといえます。2015年には3度目となるオールスターにリザーバーとして選出されました。ちなみにこの年はホークスからアルを含めて4人も選出されています。ホークスの後はボストンセルティックスで3シーズンをプレーしています。選手層の厚いセルティックスにおいても、アルは潤滑油的な役割を果たし、センターとして確かな地位を確立します。2017-18 年シーズンのカンファレンスファイナルでは、あのレブロン・ジェームス率いるキャブスと第7戦までもつれ込む激戦を繰り広げ、惜しくも敗れたものの、アルはこの大健闘に大きく貢献していました。2019年からはフィラデルフィア・シクサーズに移籍。ある本人曰く、移籍を決意した理由の一つには、シクサーズにジョエル・エンビードがいたこともあるそうです。現地メディア The Bucks Courier Times へ掲載された記事の中で、アルは、僕はこれまでジョエルのような選手とプレーするチャンスを得たことがなかったんだと明かしています。思えばアルは NBA に入ってからは自分と同等以上のビッグマンと共にプレーしていませんでした。スター選手であるエンビードについて、僕にとっては本当に夢が叶ったという感じだ。彼は今のリーグで最高のビッグマンだと信じている。僕は彼を手助けし、このチームを助けるためにここへやってきたんだとやる気を見せるアル。今後のシクサーズでの活躍も目が離せませんね。5個目、アルの妻であるアメリア・ベガはドミニカ共和国初となるミス・ユニバース世界大会優勝者であり、その美貌はまさに絶世の美女です。ミス・ユニバース就任期間中は HIV やエイズの啓蒙団体の一員としてアメリカを拠点に世界中を飛び回り、この病気についての理解を深める運動に大きな貢献をしました。他にもモデルや歌手、女優としても活動していました。そんなアメリアは当然富豪や実業家、イケメン俳優などから引く手あまたでしたが、2011年のクリスマスイブにアルと結婚しました。アルとの間には現在2人の子供がいて、アメリアはよく子供たちを連れてアルの応援に駆けつけています。夫婦円満の秘訣はアル曰く、相手を心から尊重して理解を深める努力をすること、自己犠牲の精神を忘れないことだそうです。宇宙一の美女のハートを射止めたアルは、コート内でも家庭でも献身的な一流の男のようですね。6個目、アルの子供の頃からの大好物はチョコレートミルクで、 CM にまで出演しています。14歳の頃にアメリカに渡ってきたばかりの頃に、母アレリスがよく買ってくれたそうです。しかしバスケ選手としてストイックに栄養面にも気を使うようになり、次第にチョコミルクを飲むのを我慢するようになっていきました。しかし意外な理由から、アルは再びチョコミルクを飲むようになりました。きっかけは2013年に胸の怪我が原因で出場を余儀なくされた後、早くコートに復帰したいと考えたアルは、自分の栄養補給面について真剣に考え直すことにしました。そこで栄養士のアドバイスをもらったところ、高タンパクで電解質を多く含んだ低脂肪チョコレートミルクはアスリートにとって回復ドリンクになりうる効果があることが分かったそうです。アルはチョコレートミルクは思い出の味であると同時に、トレーニング後の私の秘密兵器でもありますと語っています。
普通のチョコミルクではなく低脂肪のものに限りますが、部活の後に一杯飲むのも悪くなさそうです。7個目、元 NBA 選手の父とスポーツライターの母を持つアルですが、彼の兄弟であるジョン・ホーフォードもバスケプレーヤーでした。また妹のアンナはセルティックスファンの間では様々な意味で有名人です。思慮深くてメディアにあまり出たがらないアルとは正反対の性格で、アンナは熱狂的すぎるほどのセルティックスファンでした。セルティックスやアルへの深い愛と歯に衣着せぬ物言いで、たびたび SNS でバズっています。アルにトラッシュトークを仕掛けた選手やセルティックスの勝利に邪魔になるスターたちをファンと一緒に毛嫌いし、一部セルティックスファンの間でカルト的な人気があるそうです。しかし昨年に大好きなアルがよりによってセルティックスの強敵であるシクサーズに移籍してしまったことで、アンナはかなり混乱してしまったようです。兄のいるチームを応援するべきか、これまで通りセルティックスのファンで居続けるべきか、悩み抜いた末に彼女が出した答えは、どっちのチームも応援する、私は選びたくないというもの。なんだか肩透かしな気もしますが、本人は至って真剣、苦渋の決断だったらしく、両陣営のファンからも賛否両論が巻き起こっています。スポーツファンの愛は複雑なのです。8個目、最近アメリカではアフリカ系アメリカ人の人権問題が大きく取り上げられ、事態は論争と混乱の最中です。しかしこの問題は今に始まったことではなく、過去に何度も同じようなことが起きており、その度に人々は声を上げてきました。2018年3月、サクラメントキングスとボストンセルティックスの試合前に、ヴィンス・カーターとアル・ホーフォードはステファン・クラークを称える T シャツを着ていました。ステファン・クラークとはカリフォルニア州のサクラメントで起きた警察官による黒人男性の誤射事件で亡くなった被害者の名前です。車の窓ガラスを割っている男がいるとの通報を受けて出動した警察官が、祖母の家の裏庭にいたステファン・クラークさんに20発も執拗に発砲しました。警察はクラークさんが銃を構えるような格好をしたと主張していますが、クラークさんが持っていたのはただの携帯電話でした。地元 NBA チームのキングスは BLM 活動組織を支援することを正式に発表し、恵まれない黒人家庭のために寄付しました。 NBA の先進的な良い部分として、こうした社会問題に対して組織的に表明する文化があることが挙げられます。アル・ホーフォードはアフリカ系ではなくラテン系ですが、同じマイノリティとしてヴィンス・カーターらと共にこの問題に対する自分の意見を表明したのでした。9個目、日本では新型ウイルスによる緊急事態宣言はすでに解除されていますが、感染者はまだ毎日確認されていて油断はできない状況です。しかしアルの祖国であるドミニカにおいては事態はさらに深刻です。日々500人以上の感染者が確認され、多くの医療現場でベッドと人工呼吸器が不足し、感染が分かっても入院まで至らずに亡くなるケースも出てきており、深刻な医療崩壊状態が続いています。多くの店舗が営業を停止し、現在でも午後の17時からは完全に外出禁止で警察がパトロールしているそうです。しかし先進国とは遠い新興国のドミニカにおいては、こうした自粛に耐えられるほどの経済的な余裕がなく、多くの企業が倒産し失業者が続出、経済の深刻な悪化に伴い強盗や窃盗など治安も急激に悪くなってしまいました。こうした事態を受けて、アルは祖国ドミニカ並びに自身がプレーしたアメリカの各地域に50万ドルの寄付をしました。ちなみに寄付をした事実は本人からではなく、彼が資金を祖国やアメリカ各地域に送るために投じた慈善団体の候補によって明かされています。人助けの時まで自分を表に出さないとは、献身的で寡黙なアルらしさが出ています。全世界で一刻も早く事態が収束することを願うばかりです。10個目、アルはスタッツだけではわからない実力を備えた縁の下の力持ち的な選手です。現在ミルウォーキーバックスのヘッドコーチを務めているマイク・ブーデンホルザーは2017-18年シーズンまでホークスのヘッドコーチを務めていました。2016年のオフにアルがセルティックスに行ってしまった時のことや、アルの人柄についてボストン・ヘラルドにて語っています。
選手との関係性を考えるとフリーエージェントとなっての対談は最も辛い瞬間なんだ。しかし選手や家族らにとってベストな決断を下す正当な権利でもある。私はこれからもアルの決断をリスペクトし続ける。彼は正真正銘のプロだ。彼は非常に指導しやすい選手で、勝利のために必要なことを何でもしてくれる無私無欲の選手だ。初めてヘッドコーチとしてチームを率いる場合、チームと勝利を第一に考えられる選手、チームに求める選手像などいろいろと理想を持ってしまう。もしチームのベストプレイヤーの一人がそういう意識を自然に備えた選手だと、チーム全体に同じ意識を浸透させられるように感じられる。アルはそういう能力を自然に備えた選手なんだ。彼の生き様は私の人生観とも通じる。できることならもう少し一緒に仕事がしたかったね。彼の対談はチームにとって大きな出来事だった。攻守揃ったベテランのアル・ホーフォードは、数字だけではわからない部分でチームに貢献することができる選手です。セルフィッシュなプレーを全くせずに、潤滑油として時にリーダーとしてチーム力を底上げする力を備えています。昨シーズンまでアルが所属したセルティックスにとっても、彼の移籍は大きな戦力ダウンとなることでしょう。とはいえ、アルとカイリー・アビングを失った代わりにケンバ・ウォーカーを獲得するなど、3年前にブーデンホルザーが感じた苦悩と比べれば、セルティックスには多くのオプションがあると言えます。しかしセルティックスの指揮官ブラッド・スティーブンズも、今頃はブーデンホルザーのようにもう少しアルと仕事がしたかったと思っているのかもしれません。いかがでしたか？現代の NBA 選手の鏡のような生き方をしている選手でしたね。いつもいいね、コメントありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。